ンチャ門茶タケ竹綱に属し、茶ケメ竹目霧のタ竹下に置かれるキノコの一種である。幼い子実体は球状であるが次第に伸長して、等類的形ないし盗乱型をなし、器部はしばしば短く不明瞭な柄状を呈することがあるが、これを描くことも少なくなく、表面はくすんだ、赤褐色をないし肺褐色で、ほの毛を蜜蜜のして、ビロード状の食感があり、 高さ5から7センチメートル程度になる。未熟な段階では、楕円体状の頭部も細い円筒状の柄上部も、共に白色の菌糸で満たされているが、頭部の中には、次第に空隙を生じ、その内面に、胞子を形成する、脂質素が作られ始める。十分に成熟すれば、小実体の先端から垂直に、亀裂が入り、4から7枚の裂片となって裂化し、 おののの片は外側に大きく反転して、全体の計10から12センチメートルの正常をなし、内面の脂質層を露出する。脂質層は、肉眼的には平滑あるいはかすかなシワを備え、大々褐色ないし単積褐色あるいはクリーロー、低脂、無数の脂肪と、側糸とで構成される。脂肪は、細長い円筒状で、無色、やや硬壁、基部は時にくびれ。 さらにお上に著しく細まっており、長短に、明瞭な円盤状の蓋を備え、内部に8個ずつの胞子を形成し、外壁は、要素溶液で染まらない。1個の小実体の内部に形成される死脳は、すべてがほぼ同時に成熟して、胞子を射出する。胞子は一側が、やや平たく潰れた、防水状で無色、薄壁ないし、やや後壁。 表面は平滑、内部に1から5個の油滴を含み、要素溶液で定色しないが、メチルブルーの乳酸溶液で全体が青く染まる。側糸は薄壁、時に分岐し、はじめはその前兆にわたって、統計で糸状をなすが、老成すれば、上端から3番目以下の細胞が、球状に膨れ、全体としては、樹状を呈し、泡褐色の内容物を含む。 古実体の随層は不規則に絡み合った無色の菌糸で構成されており、菌糸はゼラチン化しない。古実体の外皮層は随層よりもさらに密に絡み合った菌糸からなり、個々の菌糸は褐色を帯びる。外皮層の構成菌糸の末端からは厚い細胞壁を備えた黒褐色の毛状菌糸を生じている。この毛状菌糸の外面は、 光学顕微鏡下では滑らかに見えるが、操作型電子顕微鏡の下では無数の円錐状の突起に覆われている。霧の見たけのアナモルフは、クマナサムハジアスターの学名で呼ばれるが、ジャガイモイコールブドウ等観点媒地その他の上では、分生子を形成せず、ワイツマンシルハンター氏の観点媒地を用いる必要がある。 この場イチ上に、滅菌した一位菓子、筑く根菓子、荒菓子、裏白菓子、白菓子などの葉の断片を乗せて、摂取25度前後で培養すれば、両面にケージアスターの集落が形成され、分生子が作られる。集落は、黒褐色を呈し、ビロード状に毛羽立ち、霧のみたの小実体が発生した、木材表面に形成されたものと区別がつかない。また、K ジアスターは、 霧のみ竹の子実体の発生地で集められた樹木の枯葉を用い、表面殺菌処理の後で素寒天培地に植え付けることによっても培養することができ、細葉タブや荒菓子あるいは花ががしなどの常緑樹の葉面に計 1mm 以下の集落を作り、多数の分成紙を形成する。ージアスターの集落は褐色、綿毛状をなし、 気質の上を這う菌糸と空中に立ち上がる菌糸とから、なる。これらの菌糸は共に淡かし色を呈しその外面は不規則なイボ状突起に覆われている。分成子形成構造は、気中菌糸に混在して形成され、上部で分岐し、菌糸外面は細かく、不規則なイボ状突起を備える。上部の分岐の先端に、2から15本の分成子形成細胞を作り、その上に、 分生子を形成する。個々の分生子は粘液に覆われることなく乾いており、卵状内脂大円体状で、暗褐色かつ薄壁、素大内部を備え、内部に隔壁を持たない。アナモルフの形態学的な所見に基づく所属については、このプリー属の一種としシ C. エレガンチュラ M.B. エリスに近いものであろうとする、説と、クマナサムハ属の一種系。 コリコデンシススベラムアンドボットであると考える説とがあったが、九州における、霧の御岳発生地に自生する各種の常緑樹の商用を用いた培養試験によって得られた菌止を詳細に検討した結果クマナサムハ族に所属すると結論された。さらにクマナサムハ族の他の種では、分生死形成細胞は、球状内視大円体状をなすのに対し、霧の御岳の アナモルフにおいては、分成子形成細胞が、特徴的なアンプル状を呈することから、一新種として、ケージアスター1長を、S 黒イイキヨタの学名が与えられた。なお、クマナサム派の別の一種であるケイサンダラピーラグ、ラオ &D ラオは、クロチャワンタケ科のオーゴムタケ属に置かれる G、ジャバネカナンアンドフのアナモルフである。北、アメリカでは、 二レ属の一種、日本では灰の木一位菓子及び、筑波ネガシの倒木場、あるいは切り株の周囲に発生する。北アメリカの産地においては、古実体は、比較的冷涼で、降水量にも恵まれた10月から翌年4月までの期間に多く発生するとされるが、日本での古実体の発生は10月上旬から中旬、内し下旬から11月下旬に記録されているが、 ごく幼い古実体の形成は6月にはすでに始まっているという。また、年間の古実体の発生数は5から6月の降水量に大きな影響を受ける。発生基質となった材は、黒変するとともに極めて硬く、数十年単位で極めてゆっくりと分解されると考えられている。 材が黒変した部分には縦横に菌糸が侵入し、銅管の壁を破ってその内壁にも蔓延しつつ、周囲の木材細胞を徐々に分解すると推定されるが、材の表面から10ミリメートル程度より深い部分では、黒変は認められず、菌糸の侵入もほとんど観察されない。なお、アナモルフである、K、ケージアスターは、 霧のみたの古実体が発生した木材の表面に、淡化色のフェルト状ないしマット状を呈する、集落として、主に初夏と晩秋とに出現する。古実体が形成され、成熟、劣化して、奉子を射出し、さらに消滅するまでの過程については観察された例が、少ないが、宮崎県下での例によれば、古実体の裂け目は、必ずしも一度に形成されるものではないという。 この例では、劣界が開始されてから、最後の裂け目が入って劣界が終了するまでの所要時間は約2時間半であり、劣界が終了してから4日目には、個実体の収縮と、死実層の変色とが起こった。さらに7から8日を経過すると、個実体は一層収縮して、痛みがさらに目立ち始めるという。この例は、霧の御たの個実体が成熟する時期としてはやや遅い。 シーズンに観察されたものであり、蒸気の過程よりも、迅速に、劣化、成熟、消滅が進む場合もあると考えられる。なお、同じく、宮崎県下での野外観察によれば、成熟、劣化した霧の御岳の古実体から出された胞子は、周囲の気象条件にもよるが、古実体の周囲2メートル、地表からの高さ40センチメートルの範囲にわたって、 飛散するることが確認されている日本産の霧の見たの胞子は特殊な処理を要することなく、ジャガイモイコールブドウ等寒天培地爆芽エキス寒天培地コーンミール寒天培地など、菌類の培養に際して常用される各種の培地上で発芽させることができるが、北アメリカ産霧の見たについては、培地上での胞子発芽や培養には成功していない。 日本の霧の見たの胞子から分離、培養を行った場合、得られた菌種のジャガイモイコールブドウ等を寒天培地上における生育指摘温度は摂氏25度前後で、胞子の摂取後2週間程度で7センチメートル経のペトリザラ全面に菌種が蔓延するが、分成子その他の無償繁殖期間はこれらの培地上では形成されない。なお、 紅葉樹のオガクズ上でも菌種はよく育ち、一位合肢のオガクズ上では、25摂種30度の温度域においてごく幼い個実体が形成されることがある。アメリカ合衆国内、およびテキサス州内における霧の見丈けの、分布日本国内における霧の見丈けの、分布現在までのところ、北アメリカと日本とにのみ限定されて分布すると、されている。 基準産地は北アメリカのテキサス州オースチンの近郊であるがタイプ標本は所在不明となっている。その後もその発生はオースチン付近でのみ記録され、北アメリカ国内においてさえ他の場所からの記録は知られていなかったが、1937年10月宮崎県スキムラにおいてやや未熟でまだ劣化していない古実体が見出され、 本種が日本にも分布することが初めて明らかになった。その後、宮崎大学連や演習林、宮崎県宮崎郡田野町において、未列海のものから完全に成熟して、正常を成したものまで、複数の古実体が発見され、顕微鏡的特徴や培養所見が調査された。さらに、宮崎県小林市でも新たな発生地が見出されたが、本種の希少性に鑑み、 詳しい地名などは明らかにされていない。分子時計の解析結果では、北、アメリカに分布する集団と日本に散する集団とが分離してから少なくとも1900万年以上が経過しているとされている。はじめは、エツキクロコップ竹属の一種とされ、ユージアスター、ペックの名のをもとに新種記載された。後、古実体の随層と外皮層とが 共に不規則に菌糸が絡み合った構造をなすことや、死実体外面の毛の表面が平滑で、色素粒の沈着が認められないことなどを根拠として、親族コレオアクトゥスが設立されたが、これを認めず、従来のユージアスターの学名を用いるべきであるとの意見もあった。しかし、アーヌラ族のタイプ種であるエツキクロコップケと、キリノミタとの間で、個実体の構造、死のや ガワイトの特徴、史実体外面の毛の所見などを詳細に比較した結果、アーヌラ族からはやはり独立させるのが妥当であると判断され、再びこれをアクトスジアスターの学名が用いられることとなった。ユージアスターの学名のもとに提唱された新種設立にあたっては、ラテン語による記載も記帳も,も与えられていなかったため、長らく国際藻類、菌類、 植物命名規約に規定された有効名の要件を満たしていない裸なのままであったが、アーヌラ族からこれをアクテス族への所属の再変更に伴って、ラテン語希少が与えられ、正式な学名となった。エツキクロコップタケ族は、クロチャワンタケ科に置かれるが、このトガの菌では、史実層は鮮明な色調を呈することはなく、幼児から性黒色。 黒褐色ないし黒色である。霧のみ竹は、エツキクロコップ竹族から分離された後もしばらくは、黒茶碗竹下に置かれたが、後には、黒茶碗竹下からも除外され、紅茶碗竹下に分類されることとなった。さらに、死脳の壁の構造が、紅茶碗竹下に置かれる、他の属のそれと異なることが報告されるとともに、奉仕が、 多数の核を含んでいることなどの特徴及び、分子系統学的情報をも踏まえ、独立した、霧の御岳化が設立されるに至った。霧の御岳化は、クロャワンタケ化の菌から進化したものと考えられており、霧の御岳族と共に、松葉のヒゲワンタケ族、ネオヌーラ族、ウールフェナ族の、計4族が含まれている。なお、霧の御岳族は、霧の御岳一種の実からなる。 人絵型属である。古実体の形質の上からは、類似した菌は、ほとんどない。クロチャワンタケかの大ゴムタケ属に分類されている、キツネの酒好きは、暗褐色ないしほとんど黒色の古実体を形成し、成熟すれば古実体の先端が、放射状に裂開し、赤褐色をないし、大々褐色の死質層を露出させることで、やや、霧の実竹に似た点があるが、 上部の裂片が、ごく短いために成熟、劣化した、小実体の上面感はむしろ歯車状を呈すること、小実体の外皮層が、鉱壁出た角形の細胞群で構成されること、ガワイトが術状をなさないこと、胞子の表面に微細な膀状突起を備えることなどにおいて異なっている。さらに、赤松やモミなどの、針葉樹の樹皮、枯枝枯葉などから発生する生体においても、 相違する。なお、キツネの杯は現在までのところ日本特産種であるとされている。また、その培養状の性質、アナモルフの形質、分子系統学的位置づけについては明らかにされていない。和名は、未劣イの古実体が先端の尖った尖類的型を成し、霧の果実を連想させることによる。基準産地である北アメリカのテキサス州オースチンでは、 古実体の外形と成熟に伴って白煙状に激しく放射を出させる性質とに基づきデビル、エスシガーの英名が与えられている。非常に偏った分布を示すため、日本では環境省のレッドデータブック上で絶滅危惧愛類 CR1 にカテゴライズされている。また宮崎県においても県独自のレッドデータブックにおいて 同じく絶滅危惧愛類に指定している。ただし、具体的な保護対策は特に講じられていない。1997年には、霧の見たをテキサス州のキノコとして正式に指定しようとの議案が提出されたが、この議案は否決されている。ありがとうございます。